こんにちはマックサガイのサブチャンネルをご覧いただきありがとうございますグッズ紹介ですねあのフロンティアのお店の方からコラボグッズなんか作れないですかねっていうお話をいただいたんで作った次第後ろ桜綺麗でしょうはいこちらズームお来たフロンティアとマックサガイのコラボステッカーフロンティアさんのみ 限定まあ、私に言っていただいても多分ちょっとは持ってると思うんで、まあ、500円ですね、ステッカーになります。まあ、まあ、ぼったくりグッズですね。<laughs> お金を払いたいなっていう人向けのやつなんで、あんまり、あのそうですねあの、あれです、ボランティアというか、オフ施みたいなもんですね。<laughs> まあ多分お店に置くと思いますの、ね、で、今回、そんな売れないでしょう。まあ、数量限定なんで、まあ、もし必要な方は、まあ、通販でもそのうち乗ると思いますし、お店でね。 扱っていただけると思いますんで、まあ、よかったらお願いします。あと、これ。えっ、ー、と、同じく、マック堺ステッカーですね。これは、あの、そんな数ないんで、あの、手売り。<laughs> 体験会とかの時に、細々と売ろうかなと思ってます。はい。というわけで、ステッカーね。ステッカーどこやったこれ。あ、あと、 弥生さんからまたたいブンちゃん、うちの猫、ロシアンブルーの猫とベンちゃんっていう BX さんの、ね、猫のグッズ、これはもうあのフロンティアさんじゃなくてベースエクスチェンジさんで売ってて、<laughs> 草刈りのロゴ入りというとお得ですね。はいまあ、こちらも、えー、BX さんで売ってますね。これはまあフロンティアさんで売ってますもで、まあ、もし欲しい方は。 ご購入いただければと思います。というわけで、マック結構、昨日なんですよ、ウグイスさんがね、来てるけど、今年のウグイスさんは、シャイなウグイスさんで、去年だっけ、おととしだっか割、割とね、目立つ位置にいるウグイスさんもいたんですけど、今年のは、控えめなウグイスさんですね、はい。ご視聴ありがとうございました。